杉浦聖明は、静岡県浜松市出身の競輪選手である。血液型は A 型。静岡県浜松市出身。静岡県伊豆の国市主善寺の日本競輪学校第64期、卒業生。京と高等学校を経て、日本競輪学校卒業後、1989年に、日本競輪選手会静岡支部に所属し、競輪選手となる。 株式会社、杉浦織物二代目。1980年代 BMX に出会い、翌年から本格的に BMX を始める。NBA 登録マングース所属1982年、山梨県八ヶ岳パンテスコープで、開催の山梨放送主催、第5回、NBA ジャパン BMX 全国大会で優勝。同年、ショップの勧めで、 静岡県自転車競技連盟主催、静岡競輪場開催の記録会に参加。初めての競輪場で、借り物のトラックレーサー、ヘルメット、レーサーシューズで1000メートルタイム測定。記録は1分15秒台。当時の日本競輪学校合格基準タイムが1分11秒台。その後、競輪選手の道へと進む。家業は創業40年。 先染め織物の織元株式会社、杉浦織物。商品は、絹織物、毛織物,織物、綿織物、麻織物など。現役時代から、選手と家業の二足のわらじを履く。先代の死去を機に、2011年現役引退。現在は、株式会社、杉浦商会に、称号変更し、株式会社、杉浦商会の代表取締役プロショップ。 e q キューザーのオーナー、オートクオリティ浜松の取締役を務める。日本競輪学校入校前に、芸能プロダクション、東京放映の全国タレントオーディションに応募し、1時、2時、最終審査を経て合格。最終審査では、松平健、赤ざ横、ダンプ松本の前で歌、踊り、パントマイムを披露した。その後、 プロダクションの人間から芸能界の厳しさを教えられ、芸輪界へ進む。ありがとうございます。